こんにちは、今日ねバナナです。はい、別にもう売ってる方からしますと珍しくないんです。すみませんケンちゃんダメ。はい、珍しくないです。もう昔からちゃんと家で普通に実がなりますよと言いながら売っているバナナです。はい、これは正確に言いますとドワーフバナナ、昔からもんあかじっちゃダメです。ダメ。はい、ドワーフバナナと言いまして、あまり大き背丈が大きくならずで、バナナも太さは普通のバナナぐらいなんですけど短いバナナです。食べちゃダメだってもう、はい、はい、葉っぱは食べるもんではないです。ほら、でこのバナナですけれど普通に本当になります。で普通はやっぱ鉢植えで、それも大きな鉢で、かじっちゃダメだってもう本当に、あ、ちょっとほら、すみません、はい、穴が開けられてしまいました。はい、バナナの話です。このバナナですが普通に鉢植えで植えて、それも大きな鉢ですね、これに植えて、で普通にお日さんによく当てて、であったかい時期は外へ出して、で植え、まあ置いておけば本当に高さがそうですね 1.5 ぐらい、になったら花が咲いて実がなります。ですからぜひこうお家でバナナ育ててもらいたいなとは思うんですけれど、去年の秋ぐらいですかね、それよりも 4,5 年ほど前に、うちでバナナを買っていただいて、それで配達をしたお宅なんですが、そのお宅にまた別のものを買っていただいたので、配達しに行きました。そうしたらですね、そこにそのバナナの木が、まあ、大きくなってましてありまして、あ、無事に育ってるなと思って、駐車場のところにちょっとうちの車を止めつつ、駐車場の一角に置いてあったから、何気なしに見たら置いてあるんじゃなくって地植えしてありました。いや、びっくりして、はい、でご主人さんが出てこられたんで、ご主人さん、このバナナ地植えしちゃさすがに冬はダメになっちゃいますから、枯れはしないんですよね、枯れはしないんですけれど冬に生育が止まるとなかなか花が咲くまでの大きさにならないもんですから、ですから地植えしちゃダメですよつって、言いながらそばに寄っていきましたら、そうしたらなんと花が咲いて実がなってました。もう本当にびっくりしまして、ご主人さんにこれダメですよって言いかけたのに、もう目の前でなってますからね、まあ、もうぐーの根も出ずに、まあ、これ花咲いて実になってますね、あれこれひょっとしてうちで買った分ですよねって言ったら、はい、そうそうお宅のとこで買ったもんだけれど、まあ、私は冬には家の中に入れてねって言ったんですが、まあ、ご主人さんはとてもじゃないけど大きな鉢だから家の中には入れられないということで、で結局鉢植えでずっと外に掘りっぱなしだった上に、
あの台風が来た時に鉢ごとゴロゴロっと転がって、でまあそれが転がった先のところで大きくもなってたんですけれど、もう葉っぱもビリビリになってちょっと可愛くないなって思われたんだろうかな、とりあえずそこの転がった先で面倒くさくなって、でもうそこに穴を一生懸命、駐車場ですからね、もうあのなんていうんですかね、舗装してない駐車場なんで、まあ穴は掘れるんですけど、駐車場ですからカッチカチの土ですし、でそこをね、あの一生懸命あの穴掘って、はい、それでそこにあの地植えしたそうです。で植える時にあのさすがにちょっとこう駐車場の土はカチカチで、あの素人さんでもこれはダメだなって思ったらしくって、花と野菜の土を買ってきて、それでこうただその大きく穴を開けて掘ったところに鉢というか、まあ、抜いたものをポンと置いて、で花の土をドバドバドバーッと掘り込んで、それで植えたそうです。まあ、それまでに、まあ、バナナの植え方というのはお教えはしときましたけれど、それで育っているんですね、はい。まあ、結局は、まあ、そこで育って大きくもなって、しかも実もなっているということで、まあ、ちょっと否定もしにくい、もう事実実がなって、それも1回や2回じゃなく毎年なるということですんで、ああそうですか、あということで、はい、なるほどと言ってきました。バナナはとりあえずお日さんによく当てること、それからお水いっぱい欲しいのでしっかり水やりをするということ、夏なんかはもう毎日毎どうでしょう朝夕やった方がいいぐらいなんですね。鉢植えなんか特にこう水が限られますから、しっかり水やりをする、それから肥料食いなのでしっかり肥料をやる、それもですね、まあ私時々他の植物でもそういうふうにおすすめすることがあるんですけれど、置き肥といって、土の上にこう肥料を置いておいて、で水がやるたんびにそこへこう染み込んでいって効くというやり方、例えばバラなんかも置き肥をおすすめすることはあります。なぜかと言いますと、夏はバラなどもちょっと肥料を効かせたくない時があるんですよね。でも土に混ぜてしまいますとそれをこうね取り除くことできませんから、だから置き肥にしておいて、で特にやっぱ関西の場合ちょっと気温が高いですから、土に有機肥料を混ぜてしまいますと異常発酵を起こしまして、それでこう熱を発してしまいますから植物の根っこも傷めてしまうということで、有機肥料を与えたい時には何て言うんですか、そのまあ置き肥の方がこういらん時には取ってしまいますよね。で取って捨ててしまえるんで、ですから置き肥の方が何かと都合がいいということで、で置き肥をまあおすすめする。で有機肥料分が含まれている置き肥がありますので、でそういう肥料をまあおすすめする。まあ具体的にはその、まあ言ったら化学肥料と有機肥料をこうドッキングさせたようなそういう肥料があるんですね。でそれをただ株元にばらまいとくだけでいいようなもんが、まあ、たくさん出てますので、そのうちの一つをおすすめしておきました。でそしたらそれをしょっちゅう巻いとられるんでしょうね。巻きすぎもどうかとは思うんですけれど、でもまあ
あのそれ巻くだけだから結構忘れずにやってくださってるんですかね、だから肥料もよく効いて、それでそこのお宅は、まあ水含みのいい花と野菜の土をそこへ植え込んだ時にそこ入れて、で、お日さんもよく当たるところですし、でもう一つ考えられるのは冬やっぱ寒さには弱いんですね、15度以下になりました生育ピタッと止まってしまいます。でそうですね、5度とか最低温度が5度とかになったら、これバナナはこう見えても木ではなくって草ですんで、だからここ全部中あの草の成分ですからほとんど水なんですね。ですので、草ってバターンと倒れてしまうんですよ。ですからあんまりその、低温に当てたくないということで鉢植えで育てるのをおすすめしてたんですけど、まあ地植えしちゃってますからね、でもそれも、まあ、大阪という場所なのと、それから植えてる場所が吹田市の垂水っていうとこですんで、江坂っていう、まあもう本当に町中です。はい、そこの住宅街の、まあ、お家が一軒家がパタパタと立ってる場所の一角ですんで、まあ町の人工的なそのまあ温度というか、まあちょっと暖かいんでしょうね、そういうところで、で駐車場の一角ですから、あのたまたまそれ転がったところに植えたんですけれど、植えたとおっしゃってるんですけど、たまたま転がったところが、寒風北側からの風が当たらないところに転がって、でそこにこう植えられたので、冬の寒い風が当たらないそんな場所に植えてもらった偶然なわけでしょうね。はい、偶然とは恐ろしい、はい、ですし、でまあ地域的にあまり冷え込まないそういう地域に来ましたし、植えてましたし、で、地面の中に埋めるということは、まあその地面の中って結構冬寒くなっても地面の中はあったかいですからね、それが功を奏して、まあ偶然持ってたということでしょう。はい、いろいろな偶然でラッキーなバナナちゃんが毎年結構な量のバナナを鳴らして、で毎年ジュースにしたりとか、すごく美味しいそうです。いや普通にお店で売ってるバナナっていうのは青いうちに取って、それで室に入れて追熟させるんですね、それでもまああんだけ美味しいんですけれど、木になったまんま熟したものっていうのは、だから木につけたまんま黄色くなるまで置いておいて、で黄色くなったら取って食べるっていうのはもう完熟ですから相当美味しいんです。はい、それはね私も知ってるんですけど、鉢植えで育ててますからね。ですけれど地植えでちゃんと追熟もさせず完熟させて取ったのはものすごく美味しいそうです。今度猫が鳴いてる、はい、今度ねだっておきましたので完熟したものをもらえる約束になってます。はい、ですので今更ながら言っておきます、バナナはなります。大阪で十分なります。ぜひ育ててみてください。